助けてください。本当助けてください。何ですか、何があったんですか。どうしてズボンを脱がそうとしてくるんですか。やめてください。助けてください。お尻の脱毛してくれる男性探してます。広告のやつだこれ。初回だけ0円なんで、本当一回だけでも。いや結構ですよ、別に興味ありませんし。マジで一本だけでも。そんなら自分でむしり取るわ。一本なら絶対にすぐに終わるんで。当たり前だろうが。僕この後待ち合わせしてて急いでるんで。なんならここですぐできます。ここで。はい、もちろん。ほら、の資料出してください。さあ、アヌスを私に。アヌス言うな。だからやめろって。お前ここディズニーランドのエントランスホール前だから。おかしいだろうがよ。ここなら人が多いから、一人くらいは尻脱毛してくれる人いるからって。なんつうとこで探してんだよ。な、もしかして。なんだよ。痛いのとか心配されてます？治療後とか。なんでやるの前提になってんだよ。確かに痛そうだけど。違うから。大丈夫ですよ、麻酔はちょっと難しいので、事前に尻を叩きまくって痛みをぼかします。さらに痛みかさ増しすんな。結構丁寧で全体的にムラなく赤くなるまでやりますよ。そんな丁寧な乱暴受けたくないわ。お客さんによっては気持ちいいと評判でして、脱毛はいいから尻叩きだけを将来というご要望も多いんですよ。もう脳みそとろけてんじゃねえかよ。違うお店にやっちゃってるからそれ。もしかして今度は何の気づきだよ。お尻を見られるのが恥ずかしいとかですかね。それはそれで確かに否めないけど。大丈夫です、ご安心ください。同性の方が尻をしたたかに叩いてくれます。もうすんごい絵面になっちゃってるよそれ。脱毛どこ行っちゃったんだよ。そうでした、私お尻脱毛してくれる男性見つけないと殺されてしまうんです。いやそんなアホな。そういうデスゲームに応募したんですよ。自ら進んで入るな。とにかく一人でもいいんで、尻毛を脱毛させてくれないと時間がないんです。あと5分くらいで。まさか体に爆弾とか。さっき頼んだ出前館が来ちゃうんです。結構余裕あるじゃねえかよ。学びる学力を呼び覚ませ、なめろは奇遇かいな暴力で吸収さ、不安定な夢を抱きしめる、そろそろ何かの日にちちょう